ピーター・ハインは、インドのボリューと、南インド映画で活動する、アクション振付師、アクション監督。代表作に、アンニアン、ボスその男シバージ、5時に、マガディーラ勇者転生、ロボット、ラバノン、午前7時アルボ、紅茶ダイヤーン、バーフバリ伝説誕生、バーフバリ王の外旋、プレミューラゴン、マドゥラ・ラジャーワーリ、フィルムフェア賞最優秀アクション賞、 ナショナルフィルムアワード最優秀アクション振付け賞を受賞している。第47回インド国際映画祭に出席するピーター・ハイン・ポンディッシェリ連邦直轄領カーライ・カールの出身で幼少期をチェーン内のバダパラニで過ごした。タミル人の父親とビトナム人の母親との間に生まれ、父ペルマルはアシスタントアクションマスターをしていた。成人後、ピーターはタミル5映画。 テルグ語映画、マラヤーラム語映画で、アクションエキストラおよびアシスタントアクションマスターとして、キャリアをスタートさせる。彼は、アクション監督のカナルカンナン、ビジャヤンの下でアシスタントを務め、ガウタムメノンのメヌレでアクション監督デビューする。同作のアクション指導を評価したクリシュナバム氏から、ムラリのアクション監督に起用され、これ以降複数のタミル語映画、テルグ語映画で、アクション監督。 スタント監督を務めるようになった。2005年にラームゴーパール・バルマからオファーを受け、ジェームズのアクション監督を務めた。マニラトナムからラブンのオファーを受けるが、マガディーラ勇者転賞のスケジュールと重なっていたため、ラブンには限定的な参加に止まった。ありがとうございます。